法隆寺駅は奈良県伊古間郡イカルガ町京都目9丁目にある西日本旅客鉄道関西方位線の駅である。駅番号は JR932 大和寺線の愛称区間に含まれている。イカルガ町の代表駅であり、世界遺産の一つである法隆寺の玄関にあたる駅である。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。 出入り口は南北2カ所、改札口は1カ所。2007年3月10日に、京上駅舎化され、エスカレーターエレベーターが設置された。京上駅舎化以前は、単式、島式の複合型2面3線で、改札口が上下線ホームそれぞれに設置されており、改札内では、五線橋で結ばれていたが、工事が始まったことにより2番乗り場を退避線から、 温泉として整備し直し、その後に3番の乗り場を撤去した。似たような駅改修の例としては、帰省本線君い寺駅が挙げられる。王子駅が管理している直営駅である。IC カード乗車券、移行家が利用することができる。2019年度の1日平均乗車人員は7048人で、ある。各年度の1日平均乗車人員は、以下の通りである。なお、 法隆寺へは、王子駅からのバス路線もあり、頻繁に運行されている。安土町コミュニティバスこの安土町のバスは2015年3月14日から乗り入れしていて、もともと奈良交通が運行していた法隆寺駅平谷駅間のバスを復活したということとなる。イカルガ町コミュニティバス各コース1日2本のみの運行。2010年4月1日木曜日及び、 4月3日から6月27日までの土曜日、日曜日、祝宿日に運行されていた臨時特急マホロバ号の停車駅であった。2011年3月11日まで平日のみ運行されていた大和地ライナーの停車駅でもあった。ありがとうございます。